いつでも出撃可能よ。銃が準備完了。こちらアンビー、配置についた。いざ降臨。銃が2丁なら弾も2。じゃあトヤにかかれば。バッ、いざ降臨。何かよ、私は高くつくわよ。ジャトヤにかかれば万事解決。いつでも出撃可能よ。準備完了。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。いつでも出撃可能よ。何かよ、私は高くつくわよ。準備完了。依頼目標、天満エクスプレスの事故にあったトラックの座標を特定。位置データを同期。よし、目標はまだホローの深くまでは迷い込んでいないけど、この軌道は向きが逆で通れない。先に周辺のエリアを捜索してみよう。安全なルートを算出するからしばらく待っていてくれ。うん、現状確認できるエリアに限りがあるな。奥に進んで調べてみよう。セーフティードアのデータシステムログによると、ドアの開放状通路は封鎖されている。調査協会の仕業かな。こっちの通路は封鎖されている調査協会の仕業かな。Yeah!
弾の節約よ。ニコ、少し休んでて。データは揃った。もう一回ルートを算出する。うん。どうやらさらに奥まで調べる必要があるね。封鎖されていた通路が通れるようになっている。これで調査に向かえるよ。よし、この軌道は使える。軌道に乗って進めば時間をかなり短縮できる。事故車両のデータをシステムログによると、当該車両は天満エクスプレスのものです。事故車両は依頼目標に合致しています。コンテナ内のエーテル活性含有量が基準値を超えています。すでにエーテル物質に侵食されていると推測されます。
これほどのギアコインが隠されていたとは。あのドアを開けに行くのかい？依頼目標、調律に適した素材。ターゲット、硬活性エーテル物質。硬活性エーテルエリアを検索中。この近くにちょうどいいエーテル物質がある。早く目標ポイントに行こう。新しく有効なルートをマークした。さあ、行こう。オーケー、フォローの出口を見つけた。今すぐ戻る？それとももう少し探索を続けるかい？
かにって。光栄に思いなさい。あっち行って線路の分岐スイッチ？押しっぱなしにする必要がありそうだね。何か重しになりそうなものが。おっと、ここは一方通行だよ。押しっぱなしにする必要がありそうだね。何か重しになりそうなものは。廃棄されたコンテナ？うん、これで分岐スイッチを押しっぱなしにできる。新しく有効なルートをマークした。さあ、行こう。
あるものなら何でも作れると、ないものも作れるがな。してるじゃないか。いつでも出撃可能よ。